ロベール・ジョンケはフランスの元サッカー選手。ポジションは DF。ジョンケは1945年にスタッド・ランスで選手経歴を開始した。ランスではアルベール・バトー、レーモン・コパ、ジュスト・フォンテーヌらと共に中心選手として活躍し、リーグ優勝5回、カップ優勝2回、UEFA チャンピオンズカップ準優勝2回に貢献した。 晩年は2部リーグの RC ストラスブールでプレーを続け、1961年に1部リーグ昇格に貢献すると、翌1962年に現役を引退した。フランス代表としては、1948年4月4日のイタリア戦で代表デビュー。1951年10月にロンドンで行われたイングランドとの親善試合において、 顕著な活躍を見せにカラら2の引き分けに持ち込むと、翌日の新聞は、ルヒーローズでファイベリーと称賛した。またワールドカップには、1五十四年の FIFA フフワールドカップスイス大会、1五十八年の FIFA フフワールドカップスウェーデン大会の二大会に出場した。1五十八年のスウェーデン大会では五試合に、出場指導国のベスト四進出に貢献したが、 準決勝のブラジル戦では2の5で敗れ、この試合の35分に、ブラジルのババと交錯した際に飛骨を負傷した。影響もあって3位決定戦は欠場した。その後、同年9月18日のイタリア戦で復帰を果たすと、和1960年7月6日の欧州、ネーションズカップ準決勝、チェコスロバキア戦。 最後に代表から退くまで国際 A マッチ58試合に出場し、9試合で首相を務めた。引退後は指導者の道へ進み、古巣の RC、ストラスブールやスタッドランスで監督を務めた。FFF、エキップで、フランスでフットボールハット FFF、エキップで、フランスでフットボールハット FFF、エキップで、フランスでフットボールハット FFF、エキップで、 フランスでフットボールアーカイブド2006年12月8日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。